皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。全国をめぐる車座対話で、岸田首相の責任を問う声が相次いでいます。そこで追い込まれた岸田首相が内閣改造を行い、支持率を回復させようとする見方が出てきましたが、9月の総裁選に向け出馬を匂わす議員たちが出てきましたので、今回はこれらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら。TBS。 TBS のスクープです。独自、岸田総理が身内の派閥幹部と密かに会談、総裁選対応などめぐり意見交換か。岸田総理が今夜、密かに岸田派の幹部と会談したことが分かりました。今夜というのは昨日5月16日の夜です。ちなみにこの情報は首相同棲には出ていないので TBS のスクープです。岸田総理が会談したのは、いずれも解散を決めている岸田派の幹部である根本元,元厚生労働大臣。 小野寺元防衛大臣田村元厚生労働大臣金子元総務大臣平井元デジタル大臣らですちなみにこの平井元デジタル大臣は私のこちらの動画でも紹介しましたが一昨日に岸田首相に対して事実上の退陣要求をしたばかりですこちらの動画は動画の最後におすすめで表示をさせておきます是非ご覧くださいさらら、にこちらジジイドットコム。 平井氏は当日の5月16日にも解散はするなと発言していました早期解散不都合な結果に自民平井氏自民党の平井拓也元デジタル賞は16日衆院解散総選挙の時期に関し今解散したら大変不都合な結果になるだろうそうではない時期に選挙が行われると想像しているとの認識を示しました衆院議員の任期満了が来年10月であることに触れ 自民党の体制を立て直すチャンスはあるとも述べましたということで平井氏は6月末での解散に大反対しているのがわかりますこれを身内の岸田派重鎮が発言していたわけですそこで TBS に戻ります関係者によりますと会合は岸田派の幹部議員側からの呼びかけで実現したということでおよそ2時間行われましたこの岸田派の幹部議員側からの呼びかけというのは本当かどうかは分かりません 今後の政権運営や9月の自民党総裁選挙の対応などをめぐって意見交換したものとみられますもし岸田派の幹部議員側からの呼びかけであれば今後の政権運営に関しては今解散はしない方が良い旨伝えたでしょうさらに9月の自民党総裁選挙の対応についても解散ができないならば内閣改造しか手は残っていないのでその話もしたと思われますまた政権の求心力低下が叫ばれる中で 改めて身内の結束を図る狙いもあったものと見られます。これは先ほどの平井拓也氏が岸田首相を批判していたので、むしろ呼んだのは岸田首相なのではないかとも思われます。そこで身内の結束を図ったのではないでしょうか。しかし、一番最初に岸田派を解散したにもかかわらず、結局のところ派閥は解散されていないのがわかりますよね。そこでこちら。ニュースサイトハンター。追い込まれた岸田首相、解散やめて内閣改造。 通常国会の会期末まで約1ヶ月、解散総選挙に踏み切るのではないかと見られていた岸田文雄首相が方向転換するとの見方が出ている。5月第2週に実施された NHK の世論調査では、岸田内閣を支持すると答えた人が24%、前月は23%、支持しないが55%、前月は58%。共同通信の調査では、 支持するが24.2%前月は23.8%支持しないが62.6%前月は62.1%と相変わらずの低空飛行だった国賓訪米しましたが支持率はやはり微増に終わりました裏金事件で自民党を追われ1年間の党員資格停止となった下村博文元文科省は地元東京11区の集会で 支持率が低迷し自民党への批判が多い中で解散総選挙に打って出るなんてことはあってはならない解散総選挙をするというのは岸田首相が9月の総裁選前に信任を得ようとしているわけで自分のことしか考えていない本気でそんなことをしたら政権交代になりかねません岸田首相は分かっているのかと発言自身が関与した裏金事件が大きく支持率に影響していることが まるで人事のように岸田首相への批判に終始したこれはおっしゃる通りで下村氏が人事のように言うべきではありませんしかし今この状況で解散総選挙に打って出るということは岸田首相が9月の総裁選で勝つためにやる解散なわけで自分のことしか考えていないという批判は見事に当たっていますだが自民党内では下村氏と同様の考えが体制を占めており 解散総選挙は先送りになる可能性が高いそこで岸田首相が支持率回復のために狙っている次の手が内閣改造だ一昨年は8月昨年は9月に着手した内閣改造元岸田派の国会議員は今年は総裁選が9月にあるので7月に内閣改造を行って再選を目指すという声が多く聞かれると話すこれは内閣改造ができればの話です 菅政権の末期では求心力を失った菅さんが官房長官を菅さんに近い小泉進次郎氏に変えようとして断られていますそうなるとさらに求心力が落ちて退陣せざるを得なくなります今年1月裏金事件で会計責任者が立件されたことを機に突如として岸田派解散を宣言した岸田首相その後裏金事件の中核である安倍派二階派などが解散し 今では麻生派を残すのみだ。これまでの内閣改造では派閥からの推薦が大きく影響した。現在の岸田内閣も明らかに派閥に配慮したもの。だが、派閥が消えたことのプラスマイナスについて、ある自民党の大臣経験者がこう話す。自民党の長い歴史の中で、派閥の意向を完全に無視して、首相が独自に組閣できる初めての内閣になる。 おそらく岸田首相は9月の総裁選に勝つため国民受けするメンバーを揃えるはずマスコミはオールスター内閣とか報じるんだろうが適材適所なんてことはできないだろう内閣改造すればするほど求心力が落ちると言われていますなぜなら閣僚に選ばれる人選ばれない人が出てくるからですそこで圧倒的に選ばれない人の方が多いのでその人たちの不満がたまるわけです さらに今回は派閥の意向を完全に無視して組閣ができるわけです。先ほどの岸田派のように派閥は形式的に亡くなったとしても、実際はその人たちで集まっていますので、そうなると派閥内で選ばれなかった人や、ある派閥に偏りが見られるとそれで不満が溜まるわけです。それを避けるためにまた派閥均衡人事をすれば、やはり派閥は亡くなっていないじゃないか、とマスコミに言われるわけです。なので次の人事は非常に難しい人事になると思われます。現在、 入閣が有力視されているのは、河野太郎デジタル賞小泉進次郎元環境省、野田聖子元総務省福田達夫元総務会長など知名度の高い議員たち世論調査で次の総理として常にトップにランクされる石破茂元幹事長も有力だという人気を取りに来るのだとすれば実力は関係ないのでそうなるでしょうさらにこの内閣改造は9月の総裁選後に変わる可能性があります もし岸田首相が再選すれば組閣しますし新たな総裁になれば組閣しますなので7月に内閣改造すれば実質は2ヶ月間のみとなりますさらに国会も10月の臨時国会まで閉じているので実力はなくともさほど影響はないでしょう問題は2021年の総裁選で岸田首相が掲げた自民党役員は1期1年連続3期までという公約だ 幹事長や政調会長など党7役と副総裁が対象で役員の任期は事実上3年に制限されているこれは当時二階俊博氏が幹事長を5年続けていたので岸田首相が総裁選の公約として役員任期を3年に掲げて2回切りを行ったわけです麻生太郎副総裁は2021年10月茂木利光幹事長は同年11月に就任任期まであと半年ほどしかなく再選はない つまり三党政治の中核だった麻生氏と茂木氏も岸田総裁が決めた党規約からすると次の内閣改造と党人事でお役御免となるはず岸田首相に権力が集中する一強体制に変わると自民党幹部は指摘するまあ茂木氏は岸田首相に黙ってスタンドプレーを繰り返したので2人の関係は悪いとされています前回の人事の際に変えようとして麻生さんに止められて続投していますが 今回は人気切れということで堂々と切れるでしょう。そして麻生さんに対してはことあるごとに相談していました。さらに麻生さんは先月トランプ大統領と面談していますから、副総裁は人気切れで降りるとしても何らかのポジションにつけるのではないかと思われます。なので一挙体制に変わるかどうかはまだ不明です。これまで権力の中枢に君臨していた麻生氏と茂木氏が、派閥解散となったからといって、簡単に退くのだろうか。 とりわけ岸田首相より年齢が上の茂木氏は9月の総裁選が総理を狙うには最後のチャンスおとなしく引き下がるとは思えない茂木氏は68歳ですから最後のチャンスです茂木さんが幹事長をクビになる前に自分で辞表を出し一平卒になって準備するくらいなら打倒岸田の目も出てくる副総裁を降ろされるとすれば麻生さんだって面白くないはず岸田総理は内閣改造で。 人気どころを入れ政権不要と支持率アップを目論むだろう一方で党人事は実務的にやるんじゃないか幹事長には森山博総務会長を当て非主流派の二階派や菅義偉元首相に近い議員とも良好な関係を築く作戦かもしれないこの幹事長には森山博総務会長を当てというのは前回の人事でも出ていましたそれを麻生さんが茂木氏続投を進言したわけです この森山宏総務会長は重鎮で安定感があり岸田首相から信頼を得ているので幹事長は十分に考えられます今の実質の三党政治の一角は茂木氏ではなく森山氏かもしれません手堅い手腕の都会喜三郎政調会長や浜田康一国対委員長は留任させ総務会長に新鮮味がある若手を起用するのではないか総務会長には以前に福田達夫氏が起用されていましたが 本来であれば森山博氏のように重鎮がつくポストであって若手がつくと置物のようになってしまいますただここで麻生氏のご機嫌を取るために議定の鈴木俊一財務相を持ってきたりするとまさに派閥人事そのものということで批判を浴びることになるしかし岸田首相は派閥均衡人事をやりそうですよね選挙で連敗続きの小渕優子選対委員長は責任を取らせる前室の自民党幹部 小淵氏は自ら責任を取るような発言をしていましたからそうなるでしょうしかし将来の総理候補にと言われていましたが実力がないのが分かりましたね国民目線からすると岸田首相がいくら改革だの精神だのと叫ぼうが自己満足としか映らないことが濃厚な内閣改造と当人事首相自身が裏金事件で何ら処分を受けていないことを忘れてはなるまい小手先の内閣改造ではなく 解散総選挙で真を問うべきだ。その解散総選挙をやると負けてしまうので内閣改造で乗り切ろうと格索しているわけです。しかし、その解散総選挙ができない総理総裁は求心力を失います。そこで菅政権の末期のように人事の打診を断られるケースが出てきます。そうなると9月に退陣するしかなくなってくるわけです。さあどうなっていくのかこれから過境を迎えていきます。そこでこちら。産経新聞。岸田卸が始まらない3つの理由。 週目一致の後継不在党内を包む妙な静けさ4月28日の衆院参補欠選挙で自民党は全敗し岸田文雄首相党総裁の政権運営は厳しさを増す一方だが党内から首相の退陣を求める表立った動きは出ていない主な理由は3つある1つ目は党派閥の政治資金パーティー収入不記載事件で党全体に対する国民の不信感が高まる中 揉めをしていては野党を利するだけ閣僚経験者になってしまうからだ2つ目は派閥解消により大きな塊が作りにくくなり党内が液状化していること最も大きな要因は注目の一致するポスト岸田が不在で先が見通しにくいことだ実際は全国の県連から岸田首相へ責任を取って退陣を求める声が相次いでいます 菅義偉前首相が退陣に追い込まれた時も厳しい批判にさらされたが今回は言葉もかけられない何とも静かでひんやりとした雰囲気だ自民の中堅議員は最近の地元有権者の様子をこう語り自民支持層が離れていっていることを肌で感じているというこれは全国の車座対話でも聞かれていることで党員の継続がなくなったり支持離れが確実に起こっています そして政治資金規正法改革で岸田首相が後ろ向きな対応をしていることや責任を取らない姿勢が支持離れに拍車をかけています様子見の茂木氏有権者のみならず自民党内も妙な静けさに包まれている参補選後かねて首相との関係悪化がささやかれてきた茂木敏光幹事長の去就が注目されたポスト岸田への意欲を隠さない茂木氏が引責辞任すれば 次期総裁選に向けた政局の引き金となる可能性があったからだだが茂木氏は引き続き幹事長として党制回復に努める考えを示した様子見の構えを意味する選挙の責任者は幹事長ですから当然茂木氏は引責辞任もできたわけですしかし残ったということは幹部が責任を取っていないというイメージ悪化につながるわけで政権にダメージを与えてしまいます茂木氏は頭がいいので 岸田政権の崩壊を促すためにあえて残ったという説と自らが政局の引き金となる可能性は避けたいとの説の2つが考えられますね茂木氏の幹事長就任当初は麻生太郎副総裁と共に首相を支える3党政治が敷かれたしかし令和5年1月茂木氏が首相の看板政策次元の異なる少子化対策の目玉である児童手当の所得制限撤廃を 官邸への寝回しもなく突然、衆院本会議で表明して以降首相と茂木氏の関係は微妙になった茂木氏はその後もスタンドプレーを重ね首相周辺は「また茂木さんのパフォーマンスでしょ」と不信感を隠さなくなった岸田首相と茂木氏は2人で差しの会食は一度流れてその後は設定されていませんが麻生氏とはその間差しで3回会食をしていますそれだけ距離が離れていることが分かります 長田町では二人で飯を食うかどうかが人間関係を見る上で重要なポイントになります。これは民間でも同じでしょう。会社の上司と差しで食えるかどうかで人間関係が分かります。茂木氏は麻生氏との良好な関係を土台に総裁選に臨む戦略を描くが、茂木氏の党内基盤は揺らいでいる。自身が率いた茂木派、平成研究会は有力者の大会が相次ぎ、解散も決まった。政策集団に移行するが、 党派所属の加藤勝信前厚生労働省は茂木氏と距離を置くその加藤氏はこちら産経新聞ついに総裁選への意欲を表明しましたつまり茂木氏を支えないということになります自民の加藤勝信氏総裁選求められれば応じていく出馬に含み自民党の加藤勝信元官房長官は16日のインターネット番組で9月の党総裁選への出馬に含みを持たせました 立候補への意欲を問われ求められるものがあればしっかり応じていくのは基本だと述べました総務会長時代に高みを目指したいと言及した過去に触れその気持ちは変わっていないと強調しました同時に常に何をするにしても首相だったらどう考えるかという思いを持ちながらこれまで取り組んできた自負があるとも述べました加藤氏は増税派ですから出なくていいです そして小野田公氏は同じ岡山県の加藤氏に誘われて茂木派当時は竹下派に入った経緯がありますから加藤氏が総裁選に出馬すれば高市氏と加藤氏のどちらかを選ばなくてはいけないということになるので出馬はしなくていいです総裁候補にも名前が挙がる加藤氏は二階派資水会解散決定の武田亮太元総務省や安倍派清和政策研究会解散決定の 萩生田光一前政調会長との関係を深めており萩生田加藤武田の3氏は頭文字を取って HKT と称されるいずれも菅政権で閣僚を務め会合には菅氏も顔を出す間柄だ9月の総裁選では安倍派や二階派の人間はとても出馬できませんからこの HKT の中から出るとすれば加藤氏のみでしょう人気カード手中に収めた菅氏岸田政権の発足以降 非主流派に甘んじてきた菅氏は先の党総裁選で首相に敗れた河野太郎デジタル賞と河野陣営の中心を担った小泉進次郎元環境省、石破茂元幹事長の小石川連合にも期待をかけるつまり岸田首相が内閣改造で考えている3人を菅氏が抑えているわけですもし岸田政権を倒したいのなら打診を断れと言うでしょう小石川は各社の世論調査で人気が高く 産経新聞社と FNN、富士ニュースネットワークが4月20、21両日に実施した合同世論調査で、次の首相に誰が一番ふさわしいかを尋ねたところ、首位は石橋、17.7%。これに小泉氏、14.1%。上川陽子外相、7.9%。河野氏、7.7%が続いた。 小石川に上川氏が加わる4社が上位グループを形成する構図は定着しつつある本当に世論調査でいつまでも小石川と上川氏が出てきますよね日本にはノンポリが多い証拠ですよね菅氏は次期総裁選に向け人気カードを手中に収めた形だただ河野氏は菅氏と距離がある麻生氏が率いる麻生派思考会にとどまっており脱派閥を訴える菅氏は不満を持っているとされるまた 河野氏は政府のエネルギー関連会議の資料に中国国営企業のロゴが入っていた問題で説明責任を果たさず首相としての資質に疑問符がついた菅さんは河野太郎がいつまでも麻生派に残っていることが気に入らないようですねこれは非常に良いことですおそらく河野氏は総裁選に出馬するつもりだとは思いますが今度は前回のように決選投票に残ることはないでしょう一方知名度が高く党内の中堅 若手を中心に選挙の顔として期待が高まる小泉氏は父親の淳一郎元首相に50歳までは総裁選に出ないように言われているとされ次期総裁選では温存との見方が強いそこでこちら日経新聞小泉元首相新次郎は総裁選です自民,石柱と会食自民党の石破茂元幹事長は14日夜。 都内の日本料理店で小泉純一郎元首相と会食しました山崎拓元幹事長や竹部勤務元幹事長亀井静香元政調会長が同席しました岸田文雄首相の政権運営や9月の党総裁選について意見を交わしましたこの長老たちはいつも集まっていてそれを必ずマスコミたちがなぜか追っかけていますね山崎氏が会合の様子を記者団に説明しました小泉氏は息子の新次郎元環境省が 9月の総裁選に出馬しししない見方を示しました50歳になるまで立候補せずに時の首相を支えるべきだと新次郎氏を諭しているというということで新次郎氏は出馬しませんいやまだまだ修行が足らないでしょうそこで最近注目を集めているのが石橋だ衆院島根一区補選では隣県の鳥取一区を地盤としていることもあり何度も選挙区に入って自民・新人候補の応援に駆け回った ギアの入った石橋について当ベテランは「総裁になっちゃうかもよ」と語る「いやいややめてほしいです」今月14日石橋は純一郎氏や山崎拓元副総裁らに招かれて東京都内の日本料理店で会食した当然次期総裁選のことが話題に上ったはずだ先ほど紹介した会合です招かれたということは期待の表れですね国民に人気のある石橋だが 自民党離党や、後ろから鉄砲を撃つような言動により、党内で孤立した過去がある。派閥政治を解消すると言いながら、自らの派閥、水月会を結成したものの、令和3年12月、大会者が続出して解消もしている。総裁選で4回連続敗北した石橋。5度目の正直で念願の総裁の座をつかむため、自身の勉強会を再開させた。 苦手な仲間づくりを克服できるか少年場となるそこでこちら参院中央新報デジタルなんと勉強会には17人参加したようです今回参加した国会議員17人のうちグループ別は石破グループが本人を含めて7人二階派5人茂木派2人麻生安倍各派1人無派閥1人だったということで幅広く集めていますね そして総裁選の推薦人は20人ですからあとわずかで揃ってしまうということになります菅さんが石橋を押すかどうかですね初の女性首相候補として注目される上川氏と高市早苗経済安全保障担当相も仲間づくりが課題だそこでこちら産経新聞その高市大臣ですが自身の今後は明日のことは誰もわからないと発言されています 3年の総裁選では福田達夫元総務会長を中心に当選回数の少ない有志が党風一新の会を設立し派閥にとらわれない総裁選の実施を訴えて党内の雰囲気を変えたしかし党が危機に直面する中現状打開に向けた若手議員の動きは見えないこの福田達夫氏の動きが水面下でまだ見えませんが若手から総裁選に出るという噂も出ています。ということで。 今後政局が大きく動いていく可能性がありますので今後の岸田卸の動きに注視をしていきましょうまた新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメントもよろしければお願いしますまたこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました